みなさん、こんにちは。スリーチャンネルしほです。はい、ということで今回はね、私のね、アクセサリーケースを紹介していこうと思います。ということでですね、はい、私のアクセサリーケースはこんな感じになっておりますね。これはね、なんか売り買いできるところで買ったんです。リタイルショップでしょ。売り買いできるところ、それそれそれ、まあ合ってるけど、リサイクルショップで買ったんですよ。はい、で1000円ぐらい、999円ぐらいだった、多分1000円。安かったよね。うん、そう、安くて、うん、まだこれ綺麗じゃんって言って、うんうん、ここもね、あの、うん、そう、中が見えるんですけど、うんうん、ここも拭けばね綺麗になるよねみたいな話をして、うんうん、買いました。うん、ちょっとなかったんですよ。白いしね。そう、なかったんですよ、このアクセサリーケースが、うんうん、可愛かったのでね、買いました。はい、でね、このポーチはあのこの中に入らなかったものをもうまとめちゃいました。これこの前あのサンキューマートだっけ。うん、サンキューマートであの3つセットになってるポーチを買った時の一番大きいのです。はい、一番大きいのじゃないとカチューシャが入らないんですよ。そうだね。でも透明の方が見やすいかもね。だよね。うん、はい、ということでね、はい、まずはこっちから紹介していきますか。はい、これは紹介するも何も、うん、見せるだけなんで。まず1段目がね、こんな感じになっておりまして、こんな感じです。でね、開け方が2段目と3段目があのこう開けるんですけど、1段目はですねこう開けます。でね、ちゃんとここにねアクリルがついててと見えるようになってますね、中身が。で、開けるとこんな感じで、ですね、はい、ここがね、うん、ピン類なんですけど、うん、こっちがね、みんながよくしてる大きいピン。はい、これ ね、 こういうね、いっぱい溜まったね。パールとかね、うん、こういうあのパールじゃないのもあるんですけど、うんうんうん、こういうね、パックとかみんなよくつけてたよね、はい、私、うん、これでもここにあるの全部じゃないね。多分下にもあるよ、ね、下のなんかお風呂場っていうかあの洗面所の引き出しの中にも、うんうん、多分数個入ってると思われます。はい、はい、でね、こっちに小さいピン、なんかこれの飾りとかとしてよく使ってた、はい、こういうピンですね。こういうピンがジャラジャラ入ってます、ね、このピンも最近はつける率が多くなってきたよね。多くなってきた、ね、かわいくないだって。かわいい、かわいい、こういう、うん、花柄、うん、これ最近ね、300円ショップとかで買いました。はい、超可愛いです。なんか紛れてない。え、何が。ピンじゃないものがあれ、なんかピンじゃないものいるよね。これヒロアカの缶バッジなんだけど、これあれ、この前ね、これアメールで洋服を買った、うん、ヒロアカのね、洋服を買った時についてきて、紹介したよね、これね。そう、可愛いなって思って、なぜかここに区切りになってるんですね。びっくりなんですけど。なんかそう、机の周りにあって、うん、かわいいと思ってこう 見えるところに置いたんですよ。なるほど、それがきっかけで、はい、今も巻いてます。はい、で、あ、すいませんね、うん、で、次にね、うん、こっち行きますか、うん、ここのね、うん、部分が、うんうん、イヤリングコース、コースじゃないわ、イヤリング、まあ、もうちょっと前だの部分になっております。イヤリングですね、うん、はい、イヤリングです、ここに。はい、コーナーは、うん、でね、もうイヤリングですよ、ね、お気に入りのイヤリングですか、だいたい。そういうわけじゃない。いや、だいたいお気に入りなんですけど、うんうん、まあね、小さめのイヤリングかな、ここは。そう、なんか友達とお揃いっていうのもあって、うーん、だから友達とお揃いか、うん、使えそうだなか、めちゃくちゃお気に入りっていうのが入ってます。へえ、じゃあめちゃくちゃお気に入りはどれなの。でね、これがね、うん、超使いやすかったの。どれ。このイヤリング。ああ、これ。このね、イヤリングがね、はい、超気に入ってたんだけど、うん、片方なくしちゃって、今と最近つけれてないですよ。なるほど。多分どっかの革の中に入ってるはずなんだけどな。うん、ちょっと見つかるといいね。見つかったら、うん、またね、週1程度につけようかなと思って。週1、そうね、週末ね。うん、はい。あとね、うん、こ、はい、だからこれをなくしたから、うん、これとこれをつけるようになりました。なるほど、これ、あー、なるほど、ね、キーのやつかわいい。
やっぱ金が好きなのかな最近。そう、金、そう、金。金が多いね、こうやって見ると。そうでもない。銀1個しかない。そうだよね。銀これしかない。うん。これもね、100均で買いました。うん、100均そっか、ダイソー。ダイソー。へえー、すごいね。あ、でもついてるね。ダイソーでもすごいね。うん。でね、うん、ここがね、指輪コーナー。はーい、結構増えたね、指輪ね。でも、なんか、昔貯めてたんだけど、うん、最近全然。そうだね、一時期なんかよくね。そうなの、一時期よく指輪を買ってたんだけど、うんうん、最近は全然つけないし買わないですね。うんうんうん、かわいいということで。はい。でね、多分銀が、うん、銀がね、うん、確か H&M のセットだったと思うんだけど、いっぱいザラザラなんか入ってた。金がね、うん、ウィゴーだった気がする。うん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 、この辺も、これがウィゴーで、うん、この辺どこだったっけな、まあ、ここが、これがね、うん、あの、竜宮城。おー、竜宮城。あー、お友達と、お友達にあげたよね。みんななんか色違いみたいな感じで。そう、みんな色違いのね。懐かしい。竜宮城で買ったお土産なんですけど。私は亀です。あ、そっか、いろんな柄があったんだっけ。そうそう。他にもね、いっぱいいたけど、うんね、私は亀の緑です。うんうんうん、なるほど。ということで、1段目は以上でございます。はい。よし、じゃあ2段目いきますね。2段目はこんな感じになってます。じゃあ引き出しちゃえるかな。お、引き出せますね。2段目がこんな感じ。あー、すいません。2段目がね、ちょっと待ってね、こんな感じ。カメラをセッティングします。もうちょっと前かな。2段目がね、こんな感じになっておりまして、まずね、こっちがイヤリング、うん、丸系のイヤリングを集めました、うんうん、でも、大きいやつね、これをね、私昨日つけてたんです、この銀のやつ、うん、この丸のね、つけてた。これをですね、車でなんと片方流してしまいまして。でも多分あるでしょ、車。昨日カシャって落としたとこ見たよね。うん、落として、あ、落とした、最悪っつって手を伸ばして、こうやって探してたんです、こうやって。あ、ここ、どっかに、ね、多分どっかにハマっちゃって、こうやってこう探してたんですけど、うん、なくて、で、未だに出てきてない。で、あとはもう丸ですよ。あと、これはしずさんにもらったやつです、うんうん、あとね、これも可愛いと思うんだけど、このイヤリング、おー、すごい、これ超可愛いなと思った、つけようと思ってるんですけど、うん、このね、うん、あ、このシリーズはなんかすぐ落とすんです。確かに確かに、見た目が変なのか、これが変なのか分かんないけど、いや、でもそれはちょっとやっぱ落ちそうだね。このシリーズよく落ちるんですよ、うん、なので最近はつけてないので、今度100均とかに行ってね、うん、なんかこういうやつを変えたらいいなと思って。そうだね、こういう変えたいね、変えられると思うんだよね。から今度買い、手作り用のやつね。そう、うん、手作り用のやつ買って今度買いようかなと思って、うん、そうだね、2つけられるね。あとこれ、しずさんにもらった。あ、もうこれ何年、これ超かわいいよね。何年前だろうね、もうずっと撮ったからね。そう、これもらったんですよ、手紙の中に、うん、手作りですって、うん、これすごいセンスがあるやつですね。いつ応援してますって。そうなの、超かわいいと思って、はい、大好きですこのピン。はい、これも一応丸なんでね、だけどそこに入ってんのね。入ってます、はい、でね、ここが、ここの真ん中のスペースがですね、うん、ネックレスになっておりまして、でもネックレスってさ、なんかこの場所って決めて入れるん、いざ入れるんですよ、うんうん、すごい絡まっちゃって。そうだね、大変ですね、やり、あ、ネックレスって、うん、でもね、可愛いんで、うん、最近つけてないよね。ね、はい、洋服についてたのと、うん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 、これ300円ショップで買ったのと、うんうん、あとこれ友達にもらったのと、300円ショップ、300円ショップかな、うんうん、で、これが、ウィゴーで買いました。はい、ごっついね、ウィゴー、ごついよね。かわいい。はい、でね、ラスト、ここの部分です、うん、この部分はゴム、ここがね、ゴムで、うん、この袋が時計に乗ってます、うん、時計、時計です。こんな感じ、時計裏透明なんで見せるけど、こんな感じになってて、いっぱい詰まってる。時計4つぐらいが詰まってます。うんうん、なるほどね。で、1個動いてたんで、うん、もうその動いてる1個を使いたいなと思ってるんですけど、なかなかね、もう携帯持ってるとね、そう、時計を使わないんですよね、うん、2年生ぐらいの時にお小遣いで買ったんです、うん、それが、あ、そうね、原宿で買ったやつ。なんか、ね、なんだっけ、あそこピクニック、そう、ピクニックの前にあるなんか屋台みたいな、うん、なんかすごい、なんかジブリに出てきそうな時計屋さんがあったんですよ、うん、それでね、きっと目惚れして